アウンさん、または、オンさんは、ビルマミャンマーの独立運動家、軍人、政治家。日本名はメインデンモンツギ。日本のメディアでは、アウンサン将軍と呼ばれることが多い。ビルマ建国の父として、死後も敬愛されており、ミャンマー民主化運動を指導し、国家顧問として、実質的な国家指導者の地位にあった、アウンサンス地チーは長女。1915年。 ビルマチューブ、現在のマグウェ地方域、ナマウの町に生まれる。聖火は独立運動家として有名で、1886年にビルマを英領インドに併合したイギリス軍に抵抗していた。1933年にラングーン大学に進学し、英文学、近代史、政治学を専攻。在学中ラングーン大学の学生会、最高委員会に立候補。 機関詩 OA の編集者になった。1936年2月、彼は機関詩に掲載され、問題になった繁栄的記事ヘル・ハウンド・ターン・ドルーズの筆者を隠し通したことによりウーヌと共に退学させられたが、このことは全額ストライキを引き起こし、大学側は退学を取り消した。1938年には、ラングン大学学生会と全ビルマ学生連合の 委員長に選ばれ、ビルマ学生会のリーダーとなった。アウンさんと30人の死死1938年10月より、学生運動から政治運動へと移り、繁栄運動を展開する。彼は独立運動組織、我らビルマ人連盟に入り、1940年8月まで総書記として活動し、 ビルマ歴に基づく1300年のストライキとして知られる一連のストライキ活動を組織した。また、民族主義団体自由ブロックの決闘を援助。1939年8月15日にビルマ共産党が結成された際には決闘メンバーの7人のうちの一人となり、初代書記長に就任している。1940年にバーモーの貧民党と合流し、 3月には、インド国民会議にも出席したが、イギリス関係の逮捕状が出たためアモイへ亡命。さらに、中華民国内で逃れようとするが、日中戦争に伴い、日本軍により、アモイが陥落し、ビルマ独立を支援することで、延焼ルートの遮断を企とした、鈴木刑事大佐により、日本へ逃れ箱根の大涌谷に滞在していたという、公費がある。 翌1941年2月、日本の資金援助と軍事援助を約束された。彼は一旦ビルマに戻ると青年たちを募り30人の死士と後に呼ばれる仲間を率いて中国の海南島へ出国した。彼らは鈴木大佐の南機関の下で独立戦争のための過酷な軍事訓練を受けた。 太平洋戦争開戦後の1941年12月16日にアウンさんと同志たちは南機関の支援を得てビルマの隣国である太陽国の首都バンコクでビルマ独立義勇軍を創設。日本軍と共に戦い、1942年3月にラングーンを陥落、1942年7月ビルマからイギリス軍を駆逐することに成功し、 ビルマ独立義勇軍をビルマ防衛軍に改組した。南機関はバーモーを中央行政府長官に据えてビルマに軍政を敷き、鈴木大佐は離任した。1943年3月にはアウンさんは日本に招かれ、わずか28歳の若きリーダーと称えられ朝日賞を受賞し、同年8月1日にバーモーを首相とする。 ビルマ国が誕生すると国防省になった。ビルマ防衛軍はビルマ国民軍に改組された。この時期にはメンデンモンツギという日本名を名乗っていた。馬上のアウンさんこの頃、アウンさんはビルマ国民軍への日本の待遇のあり方やビルマの独立国としての地位に会議的になり、その後インパール作戦の失敗など日本の敗色の王侯と見るや、 イギリスに着くことを決意する。すでに1943年11月には、イギリス軍に、寝返りを考えている都心書を送り、1944年8月1日、独立1周年の演説で、ビルマの独立はまやかしだと発言。8月後半には、ビルマ共産党、人民革命党と提携して、反ファシスト組織の軍事的リーダーとなりひそかに組織を、 広げていった。1945年3月、北部でビルマ国軍の一部が日本軍に対し決起した。3月下旬に至り、反乱軍に対抗するためとの名目で、アウンさんはビルマ国軍をラングーンに集めた。そして3月27日、日本軍に対して銃口を開いた。 反ファシスト組織に属する他の勢力も一斉に放棄し、連合国に交往した、抗日運動が開始され、5月には、ラングーンを回復。6月15日には、対日勝利を宣言した。反ファシスト組織は拡大し、反ファシスト人民自由連盟と解消された。連合国軍は、戦後のビルマ独立を認めるつもりはなかったが、 日本軍を崩壊させるために利用価値があると判断し、各種の援助を行った。1945年5月、アウンさんは連合国軍のルイスマウントバッテン司令官と会談し、ビルマ国軍がビルマアイ国軍と解消した上で、連合国軍の指揮下に入ることで合意した。アウンさん像を日本に勝利したもののやはりイギリスは約束を保護にし、 ビルマの完全独立を許さなかった。1945年9月、ビルマは再びイギリスの植民地となり、アウンさんの率いる愛国ビルマ軍は英国指揮下のビルマ軍に合併された。アウンさんはイギリスから副監察官の地位を与えられたが、愛国ビルマ軍幹部や他の独立運動指導者たちの意見を受け、就任を辞退した。10月には、 英領ビルマが再建される中、翌1946年1月、アウンさんは軍を去って、反ファシスト人民自由連盟総裁に就任し、イギリス政府との交渉をはじめとする独立問題に、専念することになった。以後、彼は、英領ビルマとイギリスに対し自治を要求し続けた。元南機関長、鈴木刑事予備役所長が、戦後ビルマに連行され、 BC 級戦犯として裁判にかけられそうになったとき、アウンさんは、もう反対し、鈴木は釈放された。バーモーはビルマを脱出して、日本の新潟県に潜伏していた。バーモーは1946年1月に、連合国軍最高司令官総司令部へ出頭したが、結局イギリス政府は罪を問わず、バーモーは8月にビルマへ帰国した。 1946年9月、英領ビルマ政府の行政参事会議長に任命され、国防と外務を担当する重責を負った。しかし、なお、繁栄独立主義者であり、完全独立を目指して、活動を続けた。イギリス軍の将校のうち、アウンさんに反感を抱いていた者が何人もいた。 アウンさんが描かれた35チャット紙幣1947年に1月27日、英国首相クレメント・アトリーと1年以内の完全独立を約束するアウンさん・アトリー協定に調印した。マウント・バッテンがアウンさんらにお墨付きを与えた結果、連合国軍はアウンさんを先般にすることができなかったのである。2月27日には、 国内各派のリーダーたちとビルマの独立に向け連帯と協力を確認するロ論合意を発表したが国内は混乱を続けていた。4月には政権議会選挙でアフプルは202議席中196議席を獲得し圧勝したが完全独立に向けてのイギリスとの厳しい交渉や何度にもわたる会議で国内対立の解消と 国家統一への道を模索し続けていた。同年7月19日、翌1948年1月4日のビルマ独立を見ることなく、6人の閣僚と共に暗殺された。暗殺の舞台となったのは、イギリスが1889年に着工した旧ビルマ成長である。この建物は、ネピドー戦闘後に一時廃墟化した後に商業施設として修復。 再開されたが、独立運動の聖地を商業利用することへの批判もある。暗殺犯は、性的であり、前首相の嘘の一味とされ、新日課の嘘が、自分の野心のために暗殺したとされている。一方、アウンサン暗殺の黒幕は、イギリスであり、嘘は犯人に仕立て上げられたのではないかという、話もある。高山正幸によると、イギリスは、 日本と組んだアウンさんを、どうしても許せず、死刑囚として、ナイロビの刑務所にいた嘘が、命と引き換えに、暗殺の片棒を担がされた、とビルマ人は信じている。死後、アウンさんの名は、国家最高の栄誉称号、アウンさんの旗として残された。アウンさん一家1942年にアウンさんは、キンチーと結婚した。キンチーの姉妹は同じ頃。 ビルマ共産党の指導者の一人、タキン・タントゥンと結婚している。アウンさんは、キン・チーとの間に二男二女を儲けた。長女アウン・サン・スー・チーは、ビルマの民主化指導者として、世界的に評価されている。長男、アウン・サン・ウーは、アメリカ合衆国で、技術者となっており、妹の政治活動には、反対している。次男アウン・サン・リンは8歳の時に、自宅で溺死した。 次女、アウンサンチッとは、生後間もない1946年9月26日に溶接している。キンチーは中インド大使などを務めた後、1988年12月27日に没した。1983年10月9日、アウンさんが眠る病へ喧嘩に訪れた、韓国の全都間大統領を狙って、北朝鮮が、 乱軍爆弾テロ事件を起こした。全都間は一命を取り留めたものの、両国関係者に多数の死者が出た。建国の父の墓所をテロに利用されたビルマは、北朝鮮と国交を断絶した。両国の国交が回復したのは、24年後の2007年であった。アウンサンビョウは、事件後は1985年に、当時のビルマの最高指導者であるネウィンによって、 再建されるも、しばらくは政府による厳重警備がされて閉鎖されていたが、事件から30年目の2013年6月1日に一般公開が再開された。アウンさんは女性と関わるのが苦手であった。30人の死子の軍事訓練で日本に立ち寄った際、箱根にある岩崎与八郎の建てた別荘に滞在した。その時、 岩崎の命である栄子に一目惚れし、南機関の鈴木刑事にけしかけられたこともあり、アウンさんは彼女に日本語でラブレターを書いた。しかし、この手紙が栄子の元に届くことはなかった。第二次世界大戦後、アウンさんは日本軍司令官が所持していたと思われる高橋提示作の日本刀を入手した。 この刀は後にアウンサンスーチーに遺品として引き継がれたが次第に劣化。2021年には日本財団を通じてビゼンオサフネ刀剣の里に持ち込まれ錆落としなどの修復が行われた。修復は2021年11月に終了したが刀が日本に渡ってきた直後に発生したクーデターの影響により引き渡しができない状態が続いた。ありがとうございます。